はい、皆さんこんばんは。スマートシティインスティュテートの南雲でございます、えー。今日も大変お忙しいところ、このウェビナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。はい、いでございます、えー。ということでですね、今日は全体で264回目という形になってますね。でシリーズでいうと、地球と市民のウェルビーイングを考えるというのの19回目になりました。で今日はこの方とのお話を聞いてみたいなと思って、 た方も多いいいんじゃないかなかと思いますもうすでにいろいろねご講演会とかでもお話をお聞きされた方も多いかもしれませんけれどもはい、えー、題しまして、えー、渋沢栄一の論語とそろばんで未来を開く、えー、渋沢健さんを今日はお呼びしておりますじゃ健さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいどうぞよろしくお願いしますなんか全部ノリがいい曲なんですねだ<あ> <laughs> <laughs> かねラテだったりねポップだったりなんかいろいろそうですよね<あ>そうですだそうだ <laughs> 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 ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それで今日けんさんとはえー、っとこういう対話方式でやるっていう形になってるんで、あの視聴者の皆さんいつもと違。違う だってプレゼンテーションのマテリアルとかそういうのじゃないので、えー、適宜ですね、適宜のタイミングでコメントとかご質問をチャットの方にお寄せいただければなというふうに思います。でその時に、えー、送信先のプルダウンボタンで全知能を選んで書いていただけると、えー、視聴者の皆さんで書いている、ああ書き込みを共有できるので、まあ、それを見ながら、ねまあ、ディスカッションというやつでやってみたいというふうに思います。はい、じゃあ始めますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい であ査、のー、でさん、ね、僕も不詳、はい、の弟子だったんですけど、一応検査さんのやってるロンロの会の第10期生という形で、まあ、海外出張が多かったんで、気づなんか出席率、出席率あんまりよ,よくなかったですね。<laughs> そう最初と最後らしか出れないという本当に卒業したって言うのかみたいな感じだったんですけど <laughs> でもまあ自分の人生の中でちょうど論争を学ぶ機会が回ってきたっていうことだったのでちょっと無茶だったんですけど勉強させていただいて大変良かったなと思ってますありがとうございますはいありがとうございますで今日はですねあのまずいろいろとご質問したいんですけども、えー、ケンさんその論争の勉強会を始められたね たぶんいろいろと心の中にこれをやるっていう何かがあったと思うんですけど、その辺のこう経緯みたいなことから教えてもらえれば。わかりましたこ。この論ソロっていうのは論語とソロ版経営軸というものでありまして、えー、渋沢最一のこの論語とソロ版をまあテクストして使って、で、あのー、 えーとですね、私が抗議するということではなくて、えー、全部で10章ありますので、それであのチームあの10勝チーム分けにして、まあ、ディスカッション方式っていうのがまあ中心にやる、えー、そのような会なんですけども、きっかけは実は、あのーえー、とある経営者からの電話でした。えー、それはもう,うですね、リーマンショックの前後ぐらいだったと思うんですけども、実はあの当時、えー、ローソンの社長だった新浪さんから電話かかってきてて、 それで、あのー、渋沢さんってって、論語とそろばんの勉強会やってますかって言ってかれてで。 で当時あの、自分もちょっと論語とそろばんのことを勉強しなきゃいけないなと思って、ちょっとやってたんですね。それで、おい、よってますよっていうことで、いや、これはあの経営者、ちょっとちゃんときちんと勉強しなきゃだめだうんだよな、みたいな話だったのであ、じゃあやりましょうっていう,っていうことで、まあ、当時、新浪さんまだ40代だったのが、僕もまだ40代で、それで論語、えー、とそろばんの、えーまあ、勉強会を経営者とやったんですね。 で,でその中で、えっと、森谷敦史さんっていってあの、まあ、結構有名な中国古典の研究家の、えー、方がいらっしゃってで,でそこであの森谷さんとはその、まあ、普通の読書会みたいなのやってたんですけどここに集まったのがそうですね56人ぐらいの、まあまあ、当時で言えば若手経営者みたいな人が集まって。 ですね、でそこで、えー、発見があったのが、一、まあ、人ずつに一つの賞を担当してもらって、そういう形で始めたんですが、そうすると、そ,の、まあ、そういう新沼さんみたいな I クラスの経営者がそういう点持つと、あのまあまあ、もう当然こういうことは栄治さん言ってますみたいなのがちょろっと言うんですけど、その後いや、だよな、俺はこう思うんだよなみたいなどんどんどんそこで話が展開するんですね。でこれあ 面白いなと思ったのはそれまではその読書会っていうのはここにこう、まあ、渋沢市が何を言ってますかっていうことを解読することが目的かなと思ってたんですけど実はこれを使って、えー、もともと我々が持っている中に持っているものをいろんなところでそれを引き出すことのきっかけになるなっていうことに気づいたんですねでそれをあの、まあ、半年1年後にあ,ある総合商社の,あの方あの社長からも、えー、社内で社長軸やりたいので ちょっとやってくださいっていうこともあってですねそれはどちらかというと幹部広報クラスでやったんですけどもそれがきっかけだったんですねそだからあのそういう意味では、えー、繰り返しますけど自分からこういうあのしこ一はこういうこと言ってますっていうことではなくてみ,みんなで一緒にこうワイワイガ,イガイガイやりながらやるっていうことになると、まあ、自分はこの論語とそろばんってもう何十回読んでるんだかなですけどそうすると毎回ある意味で 新しい発見があるんですね。やっぱし同,じ同じテクストを違う人が違うあの角度で見るっていうことになっていろんな発見があるので今非常にこう楽しくあのやらせていただいてます。で、南雲さんが行った時き、何人ぐらい参加してました十機は,結構,人はが結構多かったですよね。多かったですうん。うん、<の>機ぐらいと会場いっぱいあった。最初の一旗っていうのが13人ぐらいしかいなくて男性だけだったんですけど ちょうど3.11ぐらいぐらいのちょうど安倍政権があの始まったぐらいから女性の比率がこう高まってったんですよね。だから今は、えー、と半分から3分の1ぐらいが女性で,でそして東京だけではなくて地方からいろんなところが集まってきてくれてであのまあ,あの現役経営者元経営者、えー、あの幹部平社員 まあ学生も学生も時々入るっていう非常にこう<ー>ダ,イダイバーシティに満ちた、えーまあ、どっちかっていうとちょっとあの南雲さんもそうですけどちょっと濃い人たちが集まるっていうそういう傾向がありますよね <laughs> 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 なんかものを申したいみたいな人が集まるみたいな <laughs> けどまあみんないい感じでいや楽しかったの覚えてますよあのうん <laughs> 人数も僕の時は多くて50名ぐらいいたんじゃないかな。あ<ー>あの会場じゃないですか。女性も僕のと行きましたし、うん女性、その女性は学生さんだったんですよね。うんえーえー、でもう一人、男性は、えー、っと,とある電鉄会社の経営企画部長さんとか、うん、あとはその <laughs> 2>, 2代目の社長さんもいたし。 やっぱりなんかこう本当にダイバーシティっていう意味でもそうだしやっぱりなんか何、うん、て言うのかなやっぱりなんか思うことがある人が集まってるっていうのかね、うん、なん学ぼうと思う人が多かったっていう気がしていて、うんうん、確か僕らの会の発表会の時もその経営企画部長さんはもうあたかも渋沢栄一がいたらこう言ってただろうみたいな名刺を、ね、<laughs> やったら覚えてますけど <laughs> です、ね、やっぱり自分の経験に照らし合わせて思ってるものが。 うん、その渋沢栄一の口を借りて表現されたらこうなるんだろうってイマジネーションみたいなのも含めてね、うん、やっぱりこうリフレクションっていうのかな中から飛び出してくるものが多い回だったら覚えてますねそうなんですよねだからそういう意味ではあの渋沢栄一はあの、まあ、子孫私はあの渋沢栄一の孫の孫にあたるんですけども、えー、子孫には財産残さない人ずっと持ってたんですねあの500社社らい会社を作ったのに、うん まあ孫の孫には一株も残ってないなと, <laughs> と思ってたんですけどだけどその、えーとまあ、20年ぐらい前に、えー、渋沢家とある意味で、まあ、そこで出会いがあってでそこで気づいたことはあ素晴らしい財産を残してくれたなっていうことに気づいたんですねでこの財産はあの減ることがなくて、えー、あの相続税もかからないあの財産であってでそれはあの言葉なんですよね。 うんたくさんの言葉を残してくれてでその言葉っていうのは今長野さんがおっしゃっていただいたようにそれを読む人がまたそれをまた表現すると違う言葉になるかもしれないけどあの、まあ、そのエッセンスをですね自分なりにそこを解釈して使うっていうことになると逆に増えるんですよねだからこれはすごい素晴らしい財産だなと実はあの今思ってます。なるほどなんて言うんですかねあのー イマジネーションな優しい本では必ずしも言い,、ね、い入り方でいくんだけど、うん、どこでこれはつながってるのかなってちょっと考えなきゃいけないところが、ねまあ、論語とソロばンって大体2つ違う世界をつなげてるっていうところもありますけどもっ、うんうん、いうところがあってやっぱりこう考える余地がある本っていう。 ところが僕はいいところかなと思っていて、うん、一つのストーリーだけでスーッといくんじゃなくてあれこっちなのかなこっちなのかって考えながらこういうことを言ってるんじゃないだろうか俺の経験じゃこうなんだけどみたいなね、うん、そうですよねそういう感じかなと思いますよねうん、うん、そ,うですよねそうですそうです、うん、まあでもまあ難しいっていうのは、まあ、最初読と難しいんですけどだけど僕はあの あの日本におけるあの僕の日本語の教育ってあの小学校2年生で中退してますから小学校2年から大学までずっとアメリカだったのでもう全然日本読む月からもそんな大してなかったんですけど本当最初はあの自分の父に力を借りてこれなんて書いたんのっていうのを日本語日本語に直してもらったっていうところを、まあ、20年ぐらい前から始まったんですけどだけ、まあ、ど 何回も繰り返し読んでるとあなるほどこの漢字はこうやって読むんだとかいろいろ分かってきてるですね。そのケンスさんにとっては確かその、ま、その渋沢栄一っていう人を再発見っていうのもあったようでしたけど日本再発見みたいなところもあったたりもしたんですか僕ですか僕自身、うん、あいやもう、うん、だって僕はずっとアメリカに暮らしてて日本に帰ってきて生活している未来は全然自分は学生の頃見えてなかった。 だからそんなこと望ん,で望んでなかったんですけど,けどたまたま大学の4年の時にあの自分の、えーまあ、アメリカ人のルームメイトと小学校の時からの幼なじみと一緒に彼、まあ、たちは日本に来たことなかったんで初めて日本に来たですねで遊びに。 でその時で80年代で、あのーまあ、日本元気あった時代じゃないですか。でなんかこう電車乗ってトンネルくぐって山の向こう側行くとなんかちょっとこう、まあ、文化がちょっと違うみたいな形があってですね。なかなかおもし面白いとこじゃんと思って。 えー、あの実は私あの、知ってましたあの理、理科系だったって知ってました。かった <laughs> いや、だからあのあのあの、ケミカルエンジニアリングだから、あのあの科学,科学工,工学部ですかあ<ー>理,もう理科系だったんですけど、だからなんかちょっとこれ、自分の世界じゃないなと思った時に日本に来て、あだったらまあちょっと日本で暮らしてみようかなと思って、あのまあ、今で言えばフリーターですよね、フリーターでふらっとか日本に来たっていう。<laughs> うんあそう,うん、うんあそうなんですかいや僕、それなんでお聞きしたかっていうと、僕も海外が長かったので、あ、うん、あののー、かな聞こえます大大丈夫か<あ>大丈夫夫ううんでしょ中学、高校は僕はブラジルにいたんですね、親父の仕事の都合で。で、大学で日本帰ってきて、また就職で金融機関入りましたけど、そこからまた海外が長くて、行ったり来たりで12年アメリカに行ったりと、うん、話があって、でやっぱり日本の経 日本の何ていうのかな、まあ、企業経営をやるところまで僕はそんな深快げはしてませんでしたけどもそういうこう経営幹部に近づいていく中でやっぱり論争みたいなものに触れないと見えない世界が結構あるっていうのは実感として持ってるんですね。 あのアメリカの契約の本を読んでも出てくるものでは全くないっていう感じがしていてやっぱりそのストラテジックマネジメントとかファイナンシャルマネジメントとかオーガナイゼーションのビヘイビアとかって MBA でいっぱいやりますけどうん、うん、全く違う世界が展開されているっていうこれは分かんないと日本の社会の中で、うんあのー、人々となんかこう和を作るというかね何かを成し遂げるってことができないんだろうなっていうのは読みながら思,思いましたですね。 うん、でちょっと検査もそのも、ね、読みながらっていうことで日本の再発見もあったようでしたけど僕もなんかそんなとこはちょっとあって。うんあのね、そなんかそういうね日本の中にそういう経営,経営学の本ではないのかもしれないけどそういうこうなんていうのかな、えー、大人が読む本って言ってもいいのかなわかりませんけどそういうものがあるっていうのはとってもいいことかなって僕は思いますね。うん そうですね。なんかけ経営の本っていうよりどっちかというと国家論とか国風論とかなんかそっちのですよね。う,ねうん。うん、そうそうそう。国風論っていうとですね。そのさっきもちょっとこれ始まる前に話題に出したやつなんですけど、あのー、今度の岸田政権はええー、まあ今日出ます？今日出ます。大丈夫ですか？今日出ますか？その新しい日本型の資本主義を作りますよということで。 まあある意味あのやや構造改革へあの市場原理の方に寄りすぎていったところから少し立ち戻ってきて、えー、成長と分配というところのバランスをもう一回考え直すよということを言い出してますよね。僕は悪いことじゃないと思ってますし、うん、でまさに今日本ってスの経済格差も出てるし、それからあの脱炭素の話も出てるので、やっぱりこう ESG 的なというかそういうこうもう少しあのマーケットに寄りすぎない、うん えー、世の中を作っていかななないいととじゃは思うんですよ、ねうん、でその時に論争ってその論語とする場合って倫理と経済みたいな感じだと思うんですけども、うん、そういう,こうただ単に経済だけに突っ走るんじゃないよっていうところもね、はい、日本にはもともと論争があってそういうものとつなげて考えていくと日本の文脈とあのこれから目指していくところのこう一線でつながっていくんじゃないかなっていうそんな感覚を持ってるんですけども。うん、そうですね まずあの今の時代背景って考えるとなんかこう資本主義っていう言葉がそもそも、まあまあ、ネガティブな印象を与えてるじゃないですかかなり失望感がありますよねあの格差を生むとか,あのか環境を破壊するとかそういうイメージが、えー、あってで特に若手世代が結構その失望感があるようなそんな感じがするんですよ。 だからずっとその資本主義で成長だけあの、えーまあ、追い詰めていてで、そこで本当にこの、えー、この、まあ、ウェルまさ、あ、に豊かさ、ウェルビーングがそこにあるんですかと。というそういう、えーまあ、失望感ですよね。で でそれは昭和、まあまあ、人間の自分としてはあのその昭和の時代の感覚も分かっている自分としてはあの、まあまあ、分かるんですよ。何とかあのなく時代が変わってるっていうことは、まあ、分かるんですけどあのだけどまだちょっと資本主義に諦めるのは早いんじゃないかなと僕思うところがあってでそしてあの渋沢一のは日本の資本主義の父と言われてますが資本主義という言葉を 合本っていうのは合わせる,なるほど合わせる元元は本の元ですけどで、あのーまあ、元っていうのは価値を作るまあ要素であってでそれを合わせることによってでそこでまあ価値を作るっていうそういうイメージですよね。うん であの渋沢市が日本初の銀行を作った時に、ま,あ、まだスタートアップの存在だったので、で渋沢市は銀行というのは大きな川のような,川です、ね、川のようなものだとで、銀行に集まってこない金は、えー、溝に溜まっている水や、ポタポタ垂れているしずくと変わらないって,ってるんですね。だからしずくはあまり力がないけれども、それが銀行に集まってきて、川として流れ始めれば、まあ、そこにはかなりの力、言動があるっていうそ、そういうイメージです。で でそういうふうに考えると、その渋沢市がこう描いていた合本主義、えまあ、日本の資本主義の原点というのは、この一部の,あのお金持ちがメリットのために存在しているものではなくて、えそのように一滴一滴の雫がより集まってきて、大河として流れ始めれば、その経済社会え、隅々に成長性ある資金を循環させますと。 それによって、えー、今日よりも良い明日を築くことができると。ということなので、えー、そういう意味では大変なドラマ出てましたけど、本当にみ,み,みんなのため <laughs> っていうのが、まあ、渋沢一の一つの、えーまあ、国富論ですよね。<laughs> だから、その合本主義っていうのは自分のために存在しているものではなくて、えーまあ、ミルトン・フィーマンさんのようにこう、えー、利益の最大化。 ということよりかどっちかというと僕は渋沢地が目指したのは価値の最大化だと思っていてその価値っていうのは、えーまあ、今の時代の文脈で言えばそれは豊かなウェルビーイングなあの、まあ、社会だと思うんですよね。うん でだから、まあ、そういう意味でその渋沢一のことがもう一回この,この世の中で、えー、関心が高まってるっていう感じもしますし、えーまあ、考えてみると英一っていうのは激変の,、まあのグレートリセットの時に、まあ、長い人生を送って、まあ、いろんなこう功績を残した人ですよね。 ということは時代がこう大きくまあ封建国家から近代化した社会にこう大きく変わっているときにまあいろんな功績を残したつまり時代に応じて常にそこには新しいまあ今の言葉でイノベーションがあって、うん、じゃあそれはどういうその、えー、心構えあのマインドセットでそういうことをできたのかということが一つだと思うんですよねで。それは今も求められるわけじゃないですかそのこれから世の中が激変する中ど,どうやってこの時代に適応すればいいんだと。 もう一つの側面っていうのは多分 H 一の言葉っていうのはあのどの時代でも通じるあの普遍性もあると思うんですよ。でそしてやっぱり変化があるとか、うん、激変する時って人間って不,不安になるじゃないですか。でそうするとどの時代でも通じるような普遍性っていうのも、うん、やっぱし求める傾向があるんじゃないかと思っていてで渋沢一はその2つの側面を持ってるから あの、今の時代に呼び戻されてるんじゃないのかなと、僕はあの勝手に思ってるんですけど。うん。なるほど、なるほど。僕はあの、N. H. K. と、まその、渋沢栄一が、その雫がね、集まって。で、みんなで、こう、り。まり、あ。 リスクを分散してるっていうのか力を合わせるっていうのかっていうその気づきの場面っていうのは頭に残ってるんですけどもやっぱりああいう形で何ていうかねこう社会のピースバイピースのところは弱いんだけどみ、うんなでこう力を合わせると大きなところに流れを作ることができるっていうね、うん、あのメッセージはまさにその通りだと思うし時代を作っていく時代を変えていく原動力になったんだろうなっていうのには思いますね。 で、h は v の500社から会社を作ってと言われててでも、もちろんたった一人ではできなかったわけじゃないですか。多くの人たちがその人たちのことを協力していただいてで、H もたくさんの人に協力したと思うんですよ。だからさっきの一滴一滴の雫っていうのは、金銭的なそういう雫だけではなくて、一人一人の思いとか、あの一人一人の行動とかですね、うん、人的資本の雫がポタポタ垂れ流し状態になるんじゃなくて、でそれが集まって、 でまあ共感によって集まってきてでそして同じ方向に流れ始めると、まあ、価値を作れるっていうことだからこの一滴一滴の雫が大河になるっていうのがこれがあの渋沢地自身が描いていた大河ドラマってそういうことなんじゃないかと思うんですよね。うんでそうすればより良い豊かな社会を築くことができるという、まあ、そんな考えがあったんじゃないかなと。う 今,朝これ今の日本とか見ててもしくは日本海外見ててその渋沢栄一の思い描いてたような合本的なねもしくはその国民の,あの一人一人の方向感と国全体の方向感のベクトルがうまく揃っているような事例ってこうどこかイメージってあります国王の、ね、今フィンランドとかちょっと仲良くしてていろいろと調べたり勉強したりしてるんですけど そのまあ、コロナだとかデジタル化だとかって社会が激変するときって産業が淘汰されるので失業者とか弱者がやっぱり出てくるんですよねで。そこはやっぱり分厚い賃金とか、あのー、社会保障で守ってあげてでそういう人たちに、あのーまあ、リカーレント教育って日本語で言いますけれども新しい産業に見合ったそのスキルを身につけるための教育をほ,ほぼ無償で提供するとそうするとそういう人たちがイノベーター側の方に今度はこう。 再配置されていくっていうねことになっていってでそうすると何て言うんでしょうね生活は守られてるから安心してチャレンジ精神が生まれるとそうするとこうイノベーションにつながっていくという循環を持っているんですねでもともと福祉国家なので高税率なので税金の使い方に関しては透明性を国民は求めるしその政治参加意識は高いんですよ、うん、投票が 率とか見てもそうなんですけど,ど、ね、そうすると、うん、政府のやってることの支持も分厚くなっていくっていう循環を持っていてなので政府への高い信頼と政策への支持っていう部分とそれからあの、えー、産業等淘汰される人たちがイノベーター側に振り替わっていくっていうところがうまく組み合わさってまあ変化社会的な変化への社会的な高い需要とそれによってウェルビーイングっていうのが生まれてくっていうすごい循環を持ってるってことがだんだん分かってきて。 うんうん、それを考えるとねそのミルトン・フリードマンっていう時代が良かった時代もあったのかもしれないんだけど今の時代の資本主義はそっち側の,そのやや社会福祉政策を厚くした資本主義に持ってった方がいいんじゃないかなって思う時があるんですけど。 今、ちょっと名古屋さん、時々途切れちゃったんで、あのちょっとつなげて、イマジネーションを使って考えてみると、<laughs> えっと、あの <laughs> あの一つは僕、あのまあ、あの名古屋さんがおっしゃった中でキ、キーワードが信頼だと思うんですね。だから、そういうあのその税金が高くて、福祉国家でいいよっていうことは、それはその国民がそのあの政府に対する信頼、信用してると思うんですよ。うううんうん、うん で,でそしてまあ渋沢市もその,あの事業というかあのしあのしあの信,信じるの信は、まあ、資本であるっていうふうに言ってますし、まあ、そもそも一滴一滴の資診が集まるところっていうのはその信信じる信頼がなければもちろん集まってこないので <laughs> だからそこがあの大事なポイントなんじゃないかなと思うんですね、うん、であのじゃあ 日本のそのその何ですかねその社会の文脈に置き換えた時に何か日本人って政府に対してすごく不思議なあの感覚があるなぁと思ってるのはあんまり信用してないじゃないですかうん、うんね、だってマイナンバーなんて捉えたら何するかわからないとか言って大,大ごとになりますよねうん、うん だけど、だけど何かやるとすぐ政府やってくれって言いますし、うん、あの、お札に対するすごく、<laughs> 現金に対するすごく、あの、なんかお守りみたいな形でみんな持つじゃないですか。うん、1000兆円ぐらいってい個人。で、あれって国の信用ですよねって。<laughs> <laughs> <laughs> 信用してないね。なんでその国が発行してるお金をそんなに信用するんだろう。ちょっと、そういう意味でこう、な,なんかね、あの、 そこが不思議だなと思ってて。うんうん、で、なんかそこって僕、日本人ってさっきお守りって言葉使いましたけど、目の前に見えるものしか信じてないんじゃないかと思うんですね。<laughs> どうなんですかだから、信っていうのは、信じるっていうのは、そこは見えなくても、それを信じるっていう、その、ね、それが信じゃないですか、もともと、根っこのところっていうのは。だから、何か見せないと信じませんと。 どうなんですかね、そこ。ちょっとなんかさっきの福祉国家からちょっとこうずれた感じもするんですけど、だけど、そもそもその福祉国家がうまく回るっていうのは、やっぱそういう、その、えー、まあそれが国に対してか、そのシステムに対してわかんないですけど、そこに対する信頼がなければ、どうなんですかね、あ,かあ,あんまりワークしないような感じが。 信頼っていうことはトラストって言葉ことは頻繁に出てくる言葉で他、うん、の人たちと話してると、うんうん、でむしろそれを誇りに思ってるこっていうようなニュアンスすら感じるっていうトラストっていうことを口に出すことは <laughs> 俺たち仲間だって言ってるのに親しいぐらいの、うん、キ,リキリングワードっていうか、ね、もうこれだよ俺たちはっていうそういうメッセージなんですね。うん、でやっぱりそれがないとどんなに複雑なあの制度をエンジニアリングで作っても ダメななんじゃいいかっていうそういう,こうメッセージすらつけて感じるようなところがあるんですよね。なんそうです、ね、か日本ってなんでしょうねそれってで今、検査さんおっしゃられたけど、あのー、守ってくれって思う割には <laughs> 信用しないみたいな。<laughs> ねで、うちと外の論理なのかなこう近いもので親族とかまでは信じるけど、<laughs> うんうん 何、ね、ですかね。だからうん、まああの全もちろん僕はあの,あの,あの新自由主義の人間じゃないので、まあ、だけどだけどマーケットから来てる人間からするとマーケットの,そのメリットもあるなと思っていてそれはあの健全なマーケットですね。健全なマーケットっていうのは えー、いろんな価値観がある人たちがそこに参加して、でこれはいいよね、これはダメだよねって、そういう試行錯誤があってで、そこでその適正な価格っていうのを見つけるっていうことが、これが健全なあの僕はマーケットだと思うんですよね。うん、つまり、そのエコシステムの中にいろんなこう多様なこう価値観が入ってくるっていうことだと思うんですよ。だけど、その一般的に言われている資本主義の問題っていうのは、その,たその価値観の多様性がなくて、 いや今すぐ儲けないとダメだろうと。<laughs> という価値観しか入ってないということになってと、その全体のエコシステムがこう、まあ、ぐらついちゃうんじゃないかなとあの、まあ、多様性が乏しくなると思うんですね。じゃ長期投資がいいかというと、それだけでも僕ダメだと思ってて、みんなが長期投資って,言ってもそれも僕ダメなんじゃないかと思うんですよね。だってみんなが同じタイミングで買って、みんなが同じ、要するに同じタイミングで売るとかこうなってしまうやっぱそれっていうのはあの、まあ、エコシステムとしては貧弱なものなんじゃないかな と思っていていだからそのこれからの日本の新しい日本の新新しい日本型の資本主義、うん、であれはそのまあ分なんかこう新聞のなんか分配のところをなんかすごい非常にこう注目していて、まあ、そこが一番分かりやすいって言えば分かりやすいのかもしれないですけどでそれはまさにこうさっきの論語とそろばんで言えばまあ本当に片方のだけの話であって。うん でこれはあの岸田さんご自身もおっしゃってるし、そのちゃんと,聞くとあの成長は別に度,度外としてないわけじゃないですか。だから、まあ、そういう意味ではそのでで、もう一つのキーワードが好循環って言葉を使ってるんだけど、それっていうのは成長したものをただ分配しましょうっていうのは、これは好循環じゃないんですよね。うんうん、だから、成長して分配して、分配したからそれがまた次の成長につながるっていうことが、これが好循環。<laughs> で、その好循環のためには僕はその,そのエコシステムの中にはいろんなこう価値観多様性があるダイバーシティがあるようなエコシステムじゃないとやっぱそこら辺って貧弱になるんじゃないのかなと,うんと,と僕は思うんですよね、うん、だから本当にウェルビーイングなそういう社会を目指すっていうことを考えた時にいかにこうそのダイバーシティいろんな価値観が参加してもいいんだと。うん ということですよ、ね、だからその例えばあの福祉が大事だと思っている人も参加するような社会だしいや俺はバリバリ儲けたいんだっていう人たちも参加してで別にそれは別に誰が正しい間違ってるんじゃなくてみんながこうまあそういう意味で参加できる。とほうが、あのー、結果的になんかいいような感じがしていてでで福祉国家の怖いところっていうのはそれがその信頼している善なる政府がそれやってくればいいんですけど。うんうん じゃあ仮にそうじゃなくなった時っていうのはどう,どうなのって <laughs> うんっていうことですよね <laughs> そうねもうそれが反対に言ったら権威主義みたいになってっちゃう、うんよねだからまあ今の日本で必要なのは繰り返しますけどそのいかにこう社会におけるそのいろんな価値観が参加できるような多様性を促す、えー、そしてそ,のそれによってこの、えー、成長循環循環成長というそういう うん,となんかこうあのそれを作るス,ストックみたいなものがそうだと思うんですよね。うんなるほど。なるほどうん,なんかこう財政で予算であの調達してそれを使いましょうっていうのはそれはストックじゃなくてただ未来世代からあの、まあ、お金を借りて今の成長に使ってるだけになっちゃうので。なるほど。いやあの今の多様性の議論はとっても。 興味深いい論点だなと思いますですねあの <laughs> ウェルビーングって、まあ、僕は専門家でも何でもないんですけども、まあ、いろんな方が調べて、まあ、国連もねあのワールドハピネスレポートなんてのを出したりもするんですけどもでデータはまあ誰でも見れるので僕はいっぱい引っ張り出してきていろいろ見てるんですけどもそうするとね日本が低いのって他人への寛容性とか多様性それと、えっとね、自己決定 自分の人生の選択を自分でするっていうところ、この3つが弱いんですん日いろんな調査が国連だけじゃなくても出してるんですけども、みんなね、同じそれが出るんですよね。だまあ、全然日本に住んでて自分が多様性に変えてるかどうかって問われると,っとあの、何聞かれたいか分かんなくなる人もいっぱいいると思うんだけれども、でも世界から見るとそういうふうに見えてるっていうことみたいですね。うんその反面ね、今日ね、あのン電気ィンカなんかで見た映像で、でうん、日本の ジャパニーズ・チュール・デンのとかんとか言ってそれで何見てるか子供たちが横断歩道を車が譲って渡った時にくるりっててぺこりってこうおじいさんとかですねそれがなんか次々出ていてそして学校で給食でみんなでやるとかそういってアメージングみたいな感じのビデオがあってだからそういうだからそういう意味でなんていうんですかねその 他人のことは関心ないんだけど何かつながりがあると日本人ってそこにいきなりこうう丁寧になるんですね。どっちかっていうとその関係性を作るっていうことが大事なのかもしれないですね。<laughs> ウェルビーイングの日本の社会は。じゃないとシティに暮らしててみんなが関係がないと思ってるんだったらみんながもう誰もう相な何にもこうノーケアでもう非常にこう 住みづらいい場所にななるかももしれないけども何かこう関係性が何かの形でできていると非常にこうまあ日本人とそこら辺は優しい優しいっていうかなんかねそこら辺はきちんとできるような感じがするんですよね。うんソーシャルコヒージョンってやつですよね。 <laughs> 妻がなんかパンを雨の日にパンを買いに行って僕車の中に帰ってきたらもうちともカンカンに怒って,てですねいや僕何もしないよと思ったんですけど何が起こったかっていうとパンを買った時になんかバスが止まってそこから大きな男性がブワーッとか雨が降ったんでこうあの走っていったら妻がこう傘持ってたところにバンとぶつかって倒れちゃったんですねあ<ー>一番ね雨の中で,、うんうん、でそれでそれで えー、何かとんパッと見るとその男性は雨宿りしてて、でそこにはこうあのみんなが雨宿りする中、電線の上に鳩がいる並んでるみたいみたいな <laughs>、こう並んでるんですよ。誰も来ないわけですね。そして唯一来たのが2人の女性が来て、うん、何言ったかというと、あ、oh,、Are you okay?Did he take anything from you? って言って、外国人の2人だったんですよ。あ<ー> <laughs> だからそれはやっぱし、まあ、日本というよりもしかすると東京という場所がそうしたしてるのかもしれないですけど<ー>だからつながりがない人たちにはもうなんかこう知らないふりするかあるいはいや自分がやんなくても誰かがやってくれるよねみたいな <laughs> う,んう,ちうちと外っていうんですかね、うん、なんかそういうのはちょっと日本あるかもしれないですねはい。 でちょっとあの話題をいや若干変えまして、研さんのやっておられるですね、古文書の社会企業育成というか、あれもとっても僕はあの関心があって、前々から時々お邪魔させていただいたりとか、そこで出会った方と今でもお付き合いを何人かさせていただいてるんですけども。うん あれもとってもなんかこう意味深いというかどうしてそれをやられたのかなっていうあたりもちょっと教えていただければなと思うんですけど。あわかりました、まあ、あの育成とかそ,そんなあの大,き大きなことやってるわけじゃないんですけども、コモンズ社会起業家フォーラムっていうのを毎年、まあ、10月先週やったんですけど、これはあの、えー、なぜ始めたかっていうといろんな理由があったんですけど、そのフォーラムを始めた理由っていうのは、えー、2009年にコモンズ投資を立ち上げたときに、 確か同じ年に初めてあのテッドってあるじゃないですか。はい,はいはいはい。テッド X 東京が初めてその春かなんかに開催されたと思うんですね。うん、初めてか本当に初期の段階で。で、奥さんなんか誘われて行っていて、あこれめちゃくちゃいいなと思ったんですね。それまでのそういうあの、まあ、フォーラム、シンポジウムっていうのは、一人の人が話して、延々と話すか、パネリストってあるんだけど、パネリストがこう、自分の勝手なことを話して、 でそして司会者があのなんかいい、ね、質問してでさえ終わりみたいな, <laughs> なんかそういうのが多いんじゃないですかテンドとなんか1人が上がってそこで質疑応答もなしでどんどん次の人があしゃべっていくでそしてそれはセッションが終わった後にその、まあとに参加する人たちもある意味で本当にそういう意味で参加者なのでいろんなこう人たちとこうそこで対話して登壇者とも一緒に話すとかあこれなんかすごいいいなと思ってでそれをパッ っくりたいと思ってあなるほど <laughs>、うん、でそれで,でその社会起業家という言葉はコモンズを立ち上げる2 0 1 2年ぐらいの時にさかると実は僕、えー、9.11の時に自分の会社渋サンドカンペーンの立ち上げた半年後に、えーまあ、9月にアメリカ出張中で9.11西海岸だったんですけどそれに巻き込まれて1週間の足止めになったんですよ。 でシアトルっていう場所にいたんですけど、あの雨が多いところで有名なところなんですけど、もう綺麗な本当に真っ青の,こうあの晴天で,です,、ね、すごかったんですね。で、そこに飛行機が1機も飛んでないわけですよ。うーんアメリカでね、えー、とかってででで。で、それまで僕にいた世界っていうのは、まああのまあ、アメリカのインベスメントバンクだ、でそれまではあの、まあ、その直前はアメリカの大手のヘッジファンドに住めてたので。 ということは、ディーリングングで電話1本持って、そこでこうタうマン叩くだけでもう何十億、何百億、何千億動かすの当たり前と思った社会が飛行機に気も飛ばないわけですよね。人が動いてない、物が動いてない、自分を会社を立ち上げたばっかり、そして日本にはあのお前とばっかりの長男と次男が妻の中にいますと。 どうすんだみたいな感じでもう,ぼうもう本当に呆然となったあの時があってであの時にも振り返ってあの時に思ったのは一つあの平和っていうものは自然現象じゃないんだなっていう人間社会においてって思ったんです、ね、でだからその、まあ、政府に任せればいえってなっちゃうと戦争が起こるのはやっぱり政府が絡むから戦争って起ころうと思うんですよ、うん でですすよよねね、まあ、振り返っても、まあ、必ずなんかそうですよ、ね、でだからそういう意味ではあのまあ空気みたいな平和っていうのは空気みたいな存在であるのが当たり前なんだけど失われた瞬間それはもう大変なことになるでそのためにはやはり一人一人の市民が平和っていうのはいかにこう大切なことかっていう少なくともそういう意識を持ってでその平和を維持するその意識がすごく大切なんだなっていうことを あのすごくその時に感じたことがあったんですね。で,でそれであのそのそすぐその1週間後ぐらいには、まあ、無事に僕日本に帰ってこれたんですけどすぐにですねあの僕の前に勤めてたヘッジファンドのボスが、えーまあ、あの本部が本社があのニューヨークのミッドタウンにあってでそこに近いところの消防隊の隊員がたくさん亡くなったわけですね。 うーんですぐあのその大ボスは自分のお金をボンと出して基金を立ち上げてでその消防隊の,あの遺族を支えるようなあの金を作ってでそこで、まあ、社員含めていろんな人がそう寄付するとうんでそこのところで僕はあの改めてアメリカの社会を考えるときに本当にこう何ですかねこうあのもう巨万な富を描く人たちがいるっていうことが。あの そういう世界もあるわけじゃないですか。でその僕の,その応募すのその一人なんですけどもでなんかこう社会的課題があったときに躊躇なく自分のお金すぐそこでこうあのあのそインゲージメントするっていうところで、なんか日本に当時当時ですね2001年にないよなと。 だからプロフィットを求める人たちいてで、まま、昔から財団とか NGO とかも人もいるんですけど、まあ、特に90年代の失,失われた10年というのは90年代って本当にそのあのこのこの世界がもう、い何でしようの皆無だったんですね。もう何にもないそうになってて。だやっぱりアメリカってそこら辺はすごく何かあったときに、うん まさ、あま、にエコシステムができてるなと思ったんですね。うん、でだからそれをまあ日本でこう作りたいなと思ってで当時のヘッジファンドのファンドファンズを立ち上げて,ていろいろ企画してた時,時だったので,であの西海岸にいたあのパートナーたちとです、ね、あの日本で、ね、ファンドを立ち上げるんだったら、まあ、日本のお金を使って、まああのまあ、世界に投資するんだけどもともとのお金は日本だから。 でそれ、我々の報酬っていうのは、まあ、成功報酬でいただくことになるので、じゃあその成功報酬の1割を使って社会起業家を応援するちょっとプログラムをやりたいんだけど,どう、そしたらそれもすぐ、ああいいよね。で、そこが始まったんですね。で、そこで、えーとまあ、今でいうシードキャップあのそ a p SE はソーシャルアントレンシップの SE で、 E は確かインハンス、まあ、育成みたいなものですね、ちょっと大きくせ言うと。で、D はディベロップメントみたいな、まあ、シードキャップっていうプログラムを作って、で、それで、あのその我々のその利益の,、まああの、利益というか、すみません、あの成功報酬の10%を寄付するプログラムを始めたんです。それが2004年ぐらいだったと思うんですけども、当時、面白いことに、当時それをやったときに、NPO 業界から、えこのお金、どこから えフ,ァファンの利益から来た,来たんですかみたいな感じで,でなんか全然なんかこう宇宙からなんか来たあの人たちみたいなそんな感じで思われたみたいでであのだまあそういう時代だったんですよ当時だけど僕その社会企業って言葉に惹かれてですねだからそれまでも企業っていうのはなんかこういやなんかこうあの会社を立ち上げて IPO して、まあ、自分はヨットで世界を回るんだみたいなそんな世界のあの。 そたくさん、日本でもね、結構いた,いた時代、ちょうどあのあのドットコムバブルのここじゃないですか、結構そういう人たち、うんうん、その中で、あ社会的な企業ね、これなんか面白い言葉だなと、うん、と思って、まあ、そういうのが、えー、日本でもちょっとそういう表現が使い始められたので、まあ、そこら辺のその社会起業家を、まあ、育成っていうのはちょっと大げさですけど、まあ、支援したいなと思って、あのそれが始まったんですね。 でそしてだけどその,そのファンドっていうのは順調にこうあのあの、まあ、残高が膨れ上がったので,でそうするとそこで,で順調にこう稼いでたのでその,あの原資がどん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 寄付する原資がどんどん結構いい感じであの大きくなったんですよ、うんうん、だからいい感じになったなと思ったら何が起こったかっていうとリーマンショックなんですね <laughs> ああ、なるほど。<laughs> あの、その時に、いやー、渋沢さんって,っていや、これは私は、あの、担当としていいファンだと思うんですけど、会社の方針で、でて、すべ<ー>て解約されたんですね、その時に、2008年ああ<ー>。だから、リーマンショックどころか,からも、本当、渋沢ショックでですね。<laughs> <laughs> <laughs> だけど、そのとそに、その同じタイミングで、そのコモンズ投資を立ち上げてたんですよ。 当初自分の考え方っていうのは、まあ、コモンス投ンっていうのは積み立て投資でコツコツやることであって、まあ、ストックビジネスだけどそのストックを積み上げるのはかなり時間がかかると。じゃあだけどこっちのファンドあの、まあ、ヘッジファンドビジネスで稼いでるから、まあ、こっちのエンジンで回しといてでこっちのエンジンが、ね、いずれこう回るようになれば、まあ、安定に飛行できるなと思ってや,やったらこの離陸してる最中にこっちのエンジンがボコってこう落ちちゃったみたいな。<laughs> <laughs> そんな感じが2008年ぐらいにあってで、そのタイミングでじゃあ、コモンス投資に立ち上げてるんですね。うんまあ、その時に思ったのは、あだけど今度のコモンス投資っていうのは、まあ、一人一人の個人のお金を預かって、でこれは積み立てを推奨しているので、何かがあってすぐあの、いや、これが会社の方針でとか、すぐ引き上げるお金じゃない。うんうんうん でででまあ、あの規模は小さいですけどそういうふうに考えると、まあ、ずっと長期的に積み立てをこうお付き合いいただけるんであればそしたらその、えーまあ、成功報酬制じゃなかったんだけどその、まあ、売上に収入になる信託、うんえー、報酬のじゃ今度1%を使ってじゃその社会企業間を応援するようなあのプログラムをやろうと思ってそのオリジナルのシードキャップをコモンズシードキャップっていうことを あのプログラムを設けて、つまり売上がゼロの時から <laughs> あの、いつか儲かったら寄付しましょうというじゃなくて、あの儲かるどころか、売上ゼロの時から、それを実はあの組み入れて、ファンドを2009年に立ち上げたんですね。うんうん、ですから、まあそ、そういう意味では、そのまあ、この社会起業家とともに、コモンズっていうのは、そういう意味ではあの、過去13年間ぐらい、そういう意味でいろんな形でおつきあいしてきていて。 で、なぜそれをやるかっていうことは、あのー、逆に、逆に言うとなぜやらないのかな。だ,だってこのちょ、って長期投資っていうのは長期的に自分たちが豊かな、ウェルビーイングな生活を今だけではなくて、10年、20年、30年後にもそのために今、積み立ててることじゃないですか。で、そのために、じゃあ、それは当然自分の。 そのウェルビーイングっていうのは自分のその,あの資産形成もあるのかもしれないけどいくら資産形成しても社会がボロボロになってんだったら全然それってウェルビーイングがないんですよねでまあいろんな社会的課題がある中でもちろん1人だけでの寄付とかそういうことだけではなかなか、えーまあ、それをか解決することはできないかもしれないけどだけどまあある意味で投資身託っていうのは さっきの一滴一滴の雫が集まってくるじゃないですか。そのまた雫のまたさらの雫を <laughs> 集めれば。そしたら、その、あの、未来のための、まあ、寄付っていう言葉は。えー、まあ、ある意味で見えない未来に対するのも投資だと思うんですよね。その投資って、自分のことに戻ってくるようなリターンではないけれども。より良い社会を、まあ、あの、次の世代に、まあ、残す、築く。 ということに出資してるお金なので、まあそれは投投資だと思うんですよね。なるほど、うん。うん、で我々は投資会社だから長期投資の。だから別にあのまあ自分的にはやるのは当たり前かなとと思ったんですが、まあだけど一番最初に社会起業家フォーラムの時に会社のみんなみんななんか宇宙人が何言ってんのかなみたいな感じで <laughs> <laughs> 見られちゃいいまましたけど <laughs>、うん、ありがとうございますでもあれですねあの9 1 1の時僕も実はニューヨークにいてあそうだったんですねうリーマンの時もニュあサンフランシスコにいましたけど<うわ> <laughs>、まあ、両方とも見てましたけどでもやっぱりねそのケンさんおっしゃったみたいにそのお金を持ってる人たちがいざっていう時はバッと未然をもう。 もったいないとも何も思わずに、一気に出してね、世の中を救うっていう、その勢いっていうか、潔さっていうのは。本当に見習うべきものっていうありますよね。でも、だから、あんまりそういうのはないっていうか。うん、なかったっていうふうに思いたいですけど。うん、今は、あの。二十年、二十年前と比べると、かなりそこに意識が変わってきたてなと、僕は思ってるんですけどね。うん。うんうん、なんか、その、洪水があったとか、台風が来てなんかった時に。世界中のね、例えば、有名人、あの、スターだとか、スポーツ選手なんか、もバンと金出すじゃないですか。 であれっぱやっぱりそれって、まあ、ノーブリスオブ・オブリージェっていえばかっこいいのかもしれないけれどもでももっと当たり前なね人間としてその社会に生きてる身として当たり前のことなんだぐらいの感覚でやってるっていうところがあってでマーケットってとても厳しい競争原理もあるんだけどでもそういうあったかみのあるセーフティーネットっていうのを持ってるっていうのはアメリカの強みっていうのはねあのなんか研さんの言ってる言葉からも思い出しましたね。確かにそうだなと思ってう うん、だけどねあの、まああのまあ、渋沢市の話に戻りますとかなりあのそこら辺は意識して、だからその関東大震災とかもいろいろ活動しましたし国内だけの被害ではなくて例えば中国で大洪水が来くとそこで寄付を募って寄付するとか、えー、僕はあの知らなかったんですけどあのアルメニアの虐,虐待のあそこでも。 かななりのいいろんんそういうあの寄附活動もしてるんですね、うん、だからそういう意味ではあのこの前アルメニア大使がなんか、ね、あの渋沢財団の,あのあだから私の父のいとこの渋沢雅秀っていうんですけど、まあ、勲章じゃないけどあの時はありがとうございましたみたいなこともやっていたりとかですねだから別にあの日本人がそういう気持ちがないわけじゃないんだけど誰かが旗を振らなきゃいけない。 ことは確かだと思うんんですよねなんか笑い話でなんかある日あの仲裁地がですねなんかなんとか、まあ、工業クラブじゃなかったんですけどなんかそ,そういうクラブのところでえっ、ー、と服部成功の服部さんともう一人誰かが将棋をやってたらしいんですねそこ、うん、渋沢さんがひょこひょこっとこう現れてですねいやなんかこうお医者さんに行ってお医者さんとわしゃ100歳ぐらいまで生きるぐらいみたいなことをなんか自慢話したらその服部さんがこう将棋をとこう それはまずいって立ち上がるんですね、うん、渋沢さんに100歳も生きられたらもう全然もういつも寄付にお願いされるので <laughs> <laughs> もっと俺は稼さげなきゃいけないって言って <laughs> でそこであの大笑いになったってなんかその話があったらしいんですけどでもその寄付文化っていうのも健さんもいろいろやっておられますけども日本にだんだん広がってきてる感じがしますね。 やっぱその寄付のプラットフォームがすごくスマホでまあ,あ,の、まあ、あのクラウドファンディングも含めてまあクレジットカードを登録しておけばそこ何かあこれいいよねってすぐこう寄付できるっていう、うん、でそして情報もそこ情報をそこで見てそこで判断して寄付できるっていうのは、うん、これは20年前にはなかったものなので。 だから別に大金持ちがやることだけではなくて、普通の庶民感覚で、じゃ、うんえー、ち,ちょっとお手伝いしたいっていう気持ちでできるということですね。うんなるほどうん毎。毎年、あれですっけど、12月が寄付月間でしたっけあ、そうですよね。はい、あと2か月後ですね。また今年もきますそ。そうですよね。<laughs> えっとね、そろそろあの、えっと、視聴者から来ているご質問とを紹介させて いいただければと思います僕は読み上げますね。いま,すまず最初が渋谷さんで、論語とソロバンは有名だけど、合本主義はそこまで認知されていないイメージですね、というコメントですね。うんうん、でその後に、うちの土屋さんからですけど、え渋沢栄一さんが目指された理想の日本と比べて、現在の日本において一番欠けているのは何だと思われますかというご質問ですが。がいかがでしょう未来志向ですね。未来志向 うんまあまあ、渋沢町は常にあのより良いだから現状に満足しちゃ駄目だとより良いあの社会を描くべきだとということの未来思考が常にあってだからこの論語とソロ版を出したと思うんですねこの中に「大正維新の覚悟」っていうを覚えてますうん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 う本当かな <laughs> 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 まだけど実はねこの本っていうのは1916年に出版されたんですね。 うん、大正5年なんですよ。だから今、大河ドラマであのこうあのクロスアップされた時代の話じゃなくて、実は大正時代で、大正時代って考えてみると、日本が、えー、明治維新を経て、後進国だから日本が、えー、日露戦争を経て、で第一次あの世界大戦で,で、そこでいろんな需要が出て、ブーム、本当に景気がも,もう空前のブームの時だあったじゃないですか。うんね、だかその時に論語でそのまま出してるんですよ。 うん、でその中でこう言ってるのは要はこのままのこの傾向であると将来が悔やむことが起こるかもしれない要するにこう、まあまあ、当時「成金っていう言葉も出始めました時代ですし、うん、あとは何かやるともうすぐ政府に任せればいいんでしょうみたいなことなかれ主義になってるみたいとかですね。 でそうすると将来悔やむことが起こるかもしれないってこの中に入書いてあって栄一が亡くなったのは1931年の11月11日なんですがその2ヶ月前に満州事変が起こってるんですよね。うん、だまさに悔やむようなあの時代にそのが突入しちゃったわけじゃないですか。 うんだから僕はこの本っていうのは、あそうかと、論語とそろばん、論語とそろばんを合わせることに、HI 何言いたかったかっていうと、ウェルビーイングの継続ですよね。だからサステナビリティのことを言ってたんじゃないのかなと僕はあの思っててで、そのためには、当然サステナビリティって時には、そこには当然だけど未来思考がないと、ダメですよねあの。実現できるわけがない。今の目先のところのそろばんだけをこう弾いてるだけではですね。 なるほど。わかりました。ありがとうございます。ちなみに僕は一番論争で覚えてるカニ穴の話ですね。<laughs> 本当に自分を見失っちゃいけないっていうね、自分への戒しめにしてるんですけどね。あれは一番頭に残ってますだけどね、カニ穴は僕ね、カニっていうのはコ羅ラを脱皮するわけですよね。うんだからずっと同じ形でいるっていうことで僕はないと思ってて。なるほど、うんで。そして脱皮して、そのまたその自分の 甲羅にあったで続いて次っていいですかねちょっと時間もお,し<あ>おっしゃるいな感じでうちの工藤さんから合本主義における先ほどおっしゃっていた公益の追求と個人の人の幸せ個々の人の幸せブレビーングはどうつながっていると考えるべきでしょうかということですけど これは子ども向けのセミナーでよく話た話なんですけどあの、お金の使い方で、み、自分のためのお金の使い方があると思うんですね。でそれは例えば、まあおかまあ、まさに使うこととか貯めることなんですけど、今さっきの寄付っていう概念が子どもたちが分かってくれると、それは、この,あの M が、みのお金がくるっとひっくり返って w、W のお金なんですよね。 でその寄付っていうことは困ってる人いるんだけどで自分一人何もできないけれどもあ少しずつこう寄付すればみんなと一緒に寄付すれば助けることができるっていうことをお子さんが気づくと。うんだからたった一人ではみー,ーだけでは本当にあの本当にあのもう無力の存在で何にもできなかったけども。 だから実は無力ではなくて、あのまあ、あのこれはあの僕の,あの師匠である鬼丸さんから言ってたけど、魅力無魅力ではなくて、微力なんですよね。で、微力っていうと足すともっと増えるわけじゃないですか。無力はゼロなので、ゼロは無、まあ、力は足しても全然それは増えないんだけど、だけどこう、みんなと一緒にこうやれば、それはあできるんだっていうことに気づく。それがイ、ミーからウィーへのお金がつあの使い方が分かり、よくそれは投資にもウィーのお金の使い方があると思うんですよね。 価値がある会社を作っていてこの社会では実はあ,のありがとうが世の中で連鎖してるから価値を作れてるとかそういう話ですよ、ね。と、うん、いうことはだけどこの「このミーから「ウィーへ」っていうのは別に「ーの否定ではないと思うんですよ。だって今回のコロナ禍でも特に初期の時っていうのは「ーがあの、ね、こう感染しないためにみんな一生懸命だったじゃないですか。そうすると本当にこう経済がハードなロックダウンになっちゃった時っていうのは何にもできなくなっちゃったんですよね。 だから、ね、いかにこの We がしっかりこう回ってるっていうことが自分のところに Me に戻ってくるっていうことを考えるとさっきの好循環っていうのは成長から分配分配からあのあのだけじゃなくてか Me から We へィーからミーへってこの好循環も必要な,んてないんだと思うんですよ。じゃないとそれは本当にウェルビー e i n の中社会ではないと思うんですよね。うんうん、なるほどなるほどあ,ありがとうございます。あの 一緒にそのウェルビーングのことをやっている京都大学の,あの内田先生という方もいらっしゃるんですけど、やっぱり幸せは連鎖するっていう、えー。ああ、なるほどね。うんうん。そうですよね。ここつながりますね。はい。うん、ありがとうございます。えっと、次は、あ、伊藤武さん。<laughs> 僕ね、仲間なんですよ <laughs>。じゃ。関係性づくりについての渋沢さんのお話、本当にそうだと思いますというコメントですね。そそれからそういっ から渋谷さん、えーと、多様性が生かされるために必要なことって何とお考えでしょうかという、まあ、先ほどの話したとそうですよね、まあ、それは寛容な気持ちでしょうね。なんかこうで寛容になるという意味はやっぱ自分のは自分にある程度のこう、まあ、自信というか、自分がないと多分寛容になれないと思うんですよね、多分。 だから、なんか、相田光夫さんの詩ありましたよね。みんなが違ってみんながいいみたいな。だから、みんなが同じでみんながいいっていうのは、多分、あんまりこう、魅力的な社会ではない。僕は思うんですけどね,ね。だけど、だけど日本はどっちかっていうと、みんなが同じじゃないとみんながよくないみたいなのは、まあ、なんとなくある,ある、ありますよね。なんとなくね。 うん、だから違うことが良しとされてないようなちょっと風潮もあるかと思うので、だからそこのところが、あのこ,のまあ、この現代のこれからの令和日本がそこのところをもうちょっと直視してですね、うん、いや本当にみんな違ってみんないいんだとうん、うんで。そのためには自分を高めなきゃいけないということですよね、多分ね。うんうんうん。はい。ありがとうございます。あとねあ、もう一つそそそ、僕ね、あの、 あと自分の見てる視点を変えることがすごく大事だと思いますね。うん、どういうことかっていうと僕あの、前ね、あのえー、と日中のだ学生会議、えー、と教論団っていうのを、まあ、10年間ぐらい応援してたんですけど、京都大あ東京大学と北京大学の学生会議で,で、初期の時に歴史問題をこの学生たちが取り合って、でも結構そこでいろいろ議論があるわけですね。うん、なかなか面白くて。でそしてその、中国側の,その,、まあ、あの,あの団長みたいな。 あのアルファ的な存在のあの男性がですね、こんなこと言うんですね、歴史は絶対変わりませんとお。そうきたかみたいな。<laughs> もう歴史は山みたいなもんだと。絶対変わらないと。なるほそうか、そうかと。で、その時に何言ったかっていうと、だって山っていうのは、こっち側から見る山と姿とこっち側から見る山の姿って違いますよね。うん な、うん、その通りだなと思いましたね。ということは、やはりその、まあ、富士山でさえあのこうね見る角度ちょっと違うじゃないですか、ねうん。はいはい。静岡が見る山富士山と山梨県が見るちょっと違いますよね、うん。だからそういう意味では、その自分が見えてる世界がすべてではなくて、存在は同じなんだけれども、それをちょっとこう違う角度から見ると、違う姿が見,る見えるということ。だからそれがすごく大事なことなんじゃないかと思いますね。うん はい、ありがとうございます。えっとね、もう一回、伊藤さん、つながれば優し,くなれ優しくなるのが日本の人たちということですね。から、えっと、宮山さん、関係性は地域、過去、都市と地方によってかなり異なると思いますが、いかがでしょうかというん、のと異なりますよね。僕あの、一回、あの、何年も10年以上前ですけど、ありがとうございましえっと、九州の、えっと、島原か。<laughs> に<あ> <laughs> に行った時になんかなんか親と行ってなんかそこのどっかのお寺かなんかあのこう観光した時に出た時にあの子どもたちとすれ違って「こんにちは」って言われたんですね中学生かなんかで<ー>「こんにちは」みたいな感じで, <laughs> で「東京でありえねえな」と思ったんですね <laughs> まあもちろんその地域の子たちなので多分学校の先生かの中でであの 誰かお手にいたらちゃんと挨拶しなさいって言われてそれ、ね、素直に言ってるやってるだけだと思うんですけどなんかそれって都会に暮らしてると逆にあの渋谷でなんかすれ違った供た達に「こんにちは」って言われたら「おお何だんだ」みたいな「お前たちは何が欲しいんだ」みたいな感じでなんかなっちゃうじゃないですかだからなんかそこら辺ってその都会がもっとこうなんですかね なんか相手の存在を消すじゃないですか。電車に乗るとき、うん、とかさ、エレベーターに乗るときとか、なんかそういうときって。うんうん、それって結構日本の特徴とそこにあるような気がするんですよね。だってニューヨークとかといっても、ね、ああいうちょっとこう、すごく超アグレッシブですね、こうこうガード上げてなきゃいけない街ですけども、だけどなんかこう、目があったらこんち ヘイとかととかとかね、エレベーターの時き、なんとか時々ちょ,ちょっとあるじゃないですか、そういうのって。全てじゃないけど。でそれがあのニューヨークニューヨーヨクは一番アニメ東京に近いんですけど、もうちょっとこうまあな南部とかあっちの町に行くと、本当に誰もし知らなくて、ハウハウハウリーとか,とか <laughs> よくある。だから、やっぱしあの、ね、あの幼稚園の先生から言われたように、挨拶は大切ですって、と <laughs> こかに暮らしても。<laughs> はいいありがとうございますで続いていきますね。で伊藤さん、えー、社会起業家応援が普通なことになることを願っていますというコメントですね。それからもう一回渋谷さんに来て、えー、個人個人の生き方の軸という点で渋谷一は論語や合本主義を軸にしていったと思っています、えー。これからの人が持つべき軸の条件みたいなものって何か持っていることがありますかというご質問ですが。そうですね塾 一つは僕はそのすごく大事だと思っているのは好奇心を持つかだと思っているんですね。うん、好奇心っていうのはまあさっきみたいにもう自分だけじゃなくて相手がどう思っているのかなっていうことも含めての好奇心ですけどだからもう一つはその自分が見えている世界が全てではないっていうの好奇心もそうですしあの,そのあの山の向こう側に何があるのかなっていうことの好奇心。だ好奇心があるとまあ現状にまあま満足しないで何があるのかな。 でそこでこう動きが出てくるんじゃないのかなと思うんです。で日本は幸いなことなんだけど、そこが結構日本の弱いところっていうのは結構豊かな生活ができてると思うんです。だからね30年間デフレと言いながらも、まあ、逆に物価が上がってないから、でそれで物価が上がってないのにいろんなこう商品の種類はめちゃくちゃ増えてますよね。すっごく豊かな生活してましたね我々実は。 うん、賃金は上がってないし生産性は低いしいろんなこうマクロ的でー言うと全然ダメダメなんだけど、うん、だけど普通のその生活観の中では結構豊かな生活できていてもちろんねあの本当にあのあのあの、えー、生活が貧困な方もいらっしゃってそれがなかなか普通の普通の見える範囲では見えないっていうところは日本の大きな課題であることが承知してるんですけど、うん、まあだけどね電車は時間通りに来るし。 街に歩いてて、よほどがあることない限り、別にそこでなんかこう、ね、事件に巻き込まれることはないし。うん、ということは、なんかすごくこう、のほほんとしたあのビニールハウスの中にいるような感じがしてですね、あ<ー>まあそれはそれでいいんだけども、だけど世の中っていろんなことが起こってる中、ビニールハウスだけにずっといると、ちょっとやっぱ貧弱,貧弱になっちゃうと思うんですよね。だから、このビニールハウスの外で何があるのかなみたいな。もうちょっとこうあの のきに行ってで、そこで刺激を受けて、で、またビーンハウスに戻ってくると。うーん。<laughs> そのために好奇心が必要だと思うんですよね。あれですかねあの、海外に旅行や留学や行ったりとか、まあ、地域にね、日本の中で行くのもいいかもしれませんけども、やっぱりいろんなところと接点を持ってこう感じるものを増やすっていうことですかね。いや、すごく大事だと思いますよね。でそうすると、その違う,こう環境に置くと、 身を置くと、やっぱり違うスイッチが入ると思うんですよね。うんで、違うスイッチがオ,オフになるとか、まあいろいろそういうことが起こると思うんですよ。うん。で、同じ環境にずっといると、同じスイッチがずっと入ったままで、同じスイッチがずっとオフになったまま、うーん。っていう感じがするんですよね。 ちょっとコロナがね、明けたら、ますますこうそ,れをそれを取り戻すような時間が来るといいですよね。今、うん、うん、どうしてもオンラインばっかりになっちゃってますからね。うん、はい。えっとですね、次ですね、江草さん、日本では中道保守層が強くて未来志向がブレイクしできない現状がありますが、その打開策は何かありますかというご質問ですけど、どう,どうでしょう中道,中道保守ですかということは、えっと、それちょっともう、えっと、 ちょっと意味がわかると思うんですけど、具体的に言うとそれは右でもなく左でもなく、左でも,でも,でもなく、で,保守ですから、どちらかというと価値観についてはあまりリベラルなことは認めない人たち。認めない人でしたちね。うん。右翼ではないけど、コンサバトっていうそうですね。だからまあ、LGBTQ とか外国人とか、あんまりそういうものに関しては寛容性がない。で、中道なので、なんかあ、あの、こう、 なんで右に行くでも左でもないってことをしない人たちなので、まあ、今まで通りがいいと <laughs> あの。今まで通りはいいっていうのはすごくそれは人間の一つのこう、まあ、本能でもあるのかもしれませんけどだけど今,、ま今,ま、今通りでいいっていうことになった時にじゃあ30年後の日本っていうのは明らかに逆ピラミッドになってるじゃないですか。うん、これは変えられない現状ですよね。そ、うん、そしてそれを 昭和時代のその作った成功体験の延長線上で、そのままその考え方をずっと維持してたら、どう考えても未来っていうのは、こう、あまりこう、現状維持にとどまるとですね、なんかこう、生活がどんどん乏しくなっていることしか見えないと思うんですよね。うん、ということを考えると、その、だからその現状維持とサスティナビリティ持続可能性って全然違う言葉だと思うんですね。 だから持続可能性っていうのは新しい環境に常にそれを自分を適用してるってことだと思うんですよ。うんうん、で,でそしてそれができない種はあの絶滅してるわけじゃないですか。うんうん、生,生物学的に言うとですね。<laughs> だからじゃあその現状維持はまあいいですと。あのまあいい極端に言うとそれはあなたは絶滅しますって言ってる。 ごめん、ちょっとこれ残っちゃうんですよ。だけどねだけどあの、いや分かるんですよ、気持ち的には、なんかあのか変わりたくないもん、面倒くさいから。それはどっちかっていうとあの、なんかこう、思考があってない、思考っていうかね、なんかこう、自分のフィロソフィーがあるからそうじゃなくて、どっちかっていうと、ただ面倒くさいからだと思うんですね。 いろんな違いを認めるとか面倒くさいじゃないですか。うんうん、今のものでいい、まあ、それはそのほうが楽って言えば楽だけども。うん、はい、わかります。えっとね、あと2問ぐらいでいいですかね、ちょっと時間かるんですけど、日本の未来ビジョン、ソサイティ5.0は好循環を流し、社会と個人のウェルビーンを実現するものと思われますかというご質問なんですけど、どう,どうでしょう。 経済面とかそういうところが出してる5.0とかそういう意味ですかあのちょっと細かいところはあのそこにより読み込めてないと思うんですけどだけどその社会っていうのがそれが、まあ、5.0か6.0か分かんないですけどそれはその新しい時代に、まあ、さっき話したように繰り返しになりますけど適用するっていうことはすごく大事だと僕は 思いますけどねだけどそれに対して常に社会にはその既得権益を持っている人たちがいますのでいろんなところにでそれでこうその現状維持のままにしたいとというところのこう綱引きだと思うんですけどもまあだけどこう、うん、現状維持だけでは僕は未,未来は開けないと思います,す、ねはい、じゃあ検査最後の質問ですけども、はい、えっと、はい 江草さんからですけどちょっとあの聞き方、僕もあのパラフレーズしちゃいますけども、うんまあ、国際社会で生き残れるように、日本の教育をどう変えていったらいいかっていう、なんかこう、やっぱ変えなきゃいけないんだろうと思うんだけど、どう変えたらいいかっていう、まあ、そうですね、うさ,さっき一つはその好奇心をあの刺激することっていうのはすごく大事だと思いますし、うん、あと、今まではあの、正しい答えか正しくない答えでよかったと思うんですね。 あの背景に高度成長時代があったのでそこに乗っかるだけでよかったのでだけどこれからの,そのこういう社会になった時に正しい答えなんて誰も分かんないんですよ。ということは正しい答えじゃなくて正しい問いだと思うんですよね。でこれ言うのは簡単なんだけど正しい答えか正しくない答えを教えることはもう何て言かねもう形があるのでそれやりやすいんですけども。 正しい問いってすっごく教えにくいですよね。だからその教える側の子がすごくそこら辺のこう、なんていうんですかね、あの、まあ、才能とかそこにかか,かかってる感じがしていて、なかなかそれをこう、あの、マニュアル化できない <laughs> っていうとこ。だから、まあそういう意味では、その教育っていう感じで見ると、教えると育成の育じゃないですか。うんうん、今までは教えるでよかったのかもしれないですけど、だけどこれから教える側より、 子供たちの方が <laughs> 手元にあるあのスマホでチビットで先生これこうです <laughs> 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 なのでそういうふうに考えると教えるよりやっぱしこの育む教育の後半の方の育むっていうところにウェ,ウェイトを置くような <laughs> ことにならないといけないんじゃないかと思うんですよねまあ本当にこれは言うのは簡単にやるのは難しいっていことはわかるんですけどだけどそういうシフトが必要なんじゃないかなと思います、うん はい、ありがとうございます。えっと、<laughs> そろそろいい時間になってきましたですね。あの今日もとても充実した時間をおかいさせていただきたいというふうに思いますあの。学びも多くて、僕自身も本当に今日は毎回の時間に対応したありがとうございます。いいま,すまたいろいろと教えていただければと思いますので、またお付き合い,いこちらこそありがとうございます。皆さんもありがとうございました。はい、渋沢健さんでした。どうもありがとうございました。皆さん失礼しますはいでは、土屋さんよろしくお願いします。はい。 事務局の土屋です、えっと。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと途中ですね、お聞き苦しいところがあったと思いますが、あの何とぞご容赦くださいませ。えー、っと今日ご視聴いただいた皆様にはですね、この後あのアンケートが自動送信されますので、ご協力のほどぜひよろしくお願いいたします。今後のウェビナーの予定になります。えっと、今週はですね、えー、今日で、えー、おしまいということになりまして、来週はですね、1件のみになりますが、えー、これ学生で起業化されたですね、えー 方のお話を Z 世代企業がということでお話伺いますこちらもお楽しみいただければと思いますそれからその翌週ですねその翌週は5日間のシリーズでございます横浜で推進されておりますリビングラボとサーキュラーエコノミー いうことをテーマにですね、いろんな方にご登壇いただきますので、ぜひこちらの方をご視聴シリーズでご視聴いただければというふうに思います。それから24日は、あこれはちょっと日曜日、時間帯も異なりますが、アーキテクト文化会の特別セミナー、これ公開で行いますので、こちらもぜひご参加いただければと思いうす。 ます私どもスマートシ申請というとは設立3年目を迎えたところでございます現在約470のですね企業団体様にご参加いただいております自治体の皆様それからあが今220ぐらいですね。で、大学であるとか、その他の非営利団体様。 えー、こちらにつきましてはですね無料で30会員という形でご入会いただけますので、ぜひ、えー、ご所属の組織ですね、えー、ご入会になってないようでしたら、ご検討いただければというふうに思います。えー、個人でフォローの場合は、ですねこちらの各種 SNS をフォローしていただきますと、いろんな情報を配信させていただきます。はいえー、事務局からのごごご案内はは以上ととなりりままます、えー、それでで本日も遅くまでご視聴いいたただきししてありがとうございました えー、お疲れ様でございました。これで終了とさせていただきます。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。